差の格言。皆さん、時は金なりですよ。さっさと終わらせましょう。敵発見。あなたとは家柄が違うの。私の実力なら大丈夫。負けるはずないでしょ。そこよ。相手じゃないわ。くらえ。飯は剣よりも強しだぜ。これでどうだい。はい。負けられませんね。終われば平和になります。倒れてくれた。好調だ。消えろ。敵は強烈。負けるはずないでしょ。そこよ。そこよ。楽勝ね。分かれている。消えろ。なんていう手前だ。はい。くだらん。いい流れだ。俺はダメだ。足が動かん。乗ってみる？
調子がいいみたい。ごめんね。もう終わり？助かった。ありがとう。排除。くだらん。今がチャンスだ。続くぞ。行ける。排除。味方がやられた。お前ら。いいでしょう、この子たち。疲れました。さよなら。なんてやつらだ。さよなら。再会。報酬は弾んでもらいたいですね。みんな、物資は守れた？おう、無事だぜ。作戦成功ね。よかった。戦闘は想定していなかったけど。あ、マルゲットさん、しっかり。うん、平気よ。重圧から解放されて急に気が抜けちゃっただけ。物資もセドリックも守れた。いい式だったな、マルギット。私のセドリックを守れたって言ってくれてもいいんだぜ。お前の命は私のものだ。あながち間違いでもない。まあ、エイだってば情熱的ね。勘違いするな。私は世界一この男の破滅を願っているものだ。俺は世界一エイダちゃんの幸せを願ってる男だぜ。だったら死刑になるまで生き延びろ。今は他に何も望んでいない。そういうマジなところがいちいち可愛いんだよな。いつまで続くんでしょうか、これ。焦土になるまで。おとり作戦成功だね、カリサのお手柄さ。そうですね、ありがとう、カリサさん。何を言っているんです。物資を無事に届けるまでが補給任務ですよ。こんなところでグズグズしてる暇なんてありません。カリサの言う通りだ。戦闘の音を聞きつけてガリア軍が来るかもしれん。そいつらも殺せばいいだろう。少ない物資を浪費できるか。お前だって弾なしで戦えないだろうが。燃やせばいいんですよ。燃料の消費はもっとダメだって。美味しい情報を持ってる敵さんなら歓迎してあげるんだけどね。さっさとずらかるよ。マルゲット軍隊本隊に帰投します。各員急ぎますよ。視界良好、敵影なし。無事に戻れそうね。だな。そこ油断しない。よそ見したら罰金取りますよ。
マジかよ。通常の作戦中より立ちが悪いな。物資の輸送中は狙われやすいんです。注意1秒怪我一生ですよ。その通りだ。エイダちゃんも一瞬の不注意でやられちゃったもんね。何とでも言え。その度にお前の処刑が楽しみになるだけだ。そういうこと言ってるとキスするぞ。意味がわからん。余罪を増やした方が喜ぶかなと思ってさ。あれって仲がいいってことなんでしょうか。そうね、どっちも大人げないけど。ところでカリサ、さっきの熱い姿を隊長たちに話していいのかい。はて、何のことでしょう。お熱いのはエイダさんたちですけど。カリサがまさか熱血の人だったとは予想もしなかったぜ。フェリクスさん以上かも。フェリクスさん以上の熱苦しさなんて人間には耐えられませんよ。人体発火。そういうのじゃねえから。妙な噂を流したら名誉毀損で訴えて賠償金を取りますのでよろしく。目が笑ってないわね。マジだね、あれは。そこ聞こえてますよ。肉。いつも言ってるでしょ、神様はお金様ですよねって。おやおや、通常運転に戻っちゃったね。法廷に出たら確実に賠償金を踏んだくる自信があるということか。もしかしてあの過去話は全部嘘だったんでしょうか。試してみます。やめとくよ。真偽はともかく金だけは確実に取られそうだからね。それ以前に私たちって法廷に立てる身分だっけ。立てるわけがない。悪い冗談だ。私は真っ黒だよ。無理です。俺だってギリギリアウトだろ。結局ネームレス送り。とにかく私たちは一蓮托生です。しっかりこの戦争を勝ち抜いて生き残るんです。全てはその後に。そうでしょ皆さん。お、さすが分隊長、いいこと言うじゃないか。そうですね、頼もしいです。そんな頼もしいなんて。ところで皆さん、ここどこかしら。え？そろそろユエル市に着く頃だと思うのですが。マルギットちゃん、冗談だよね。地図は見てなかったんですか。地図の見方ってよくわからないんですよね。エイダちゃんは現在地ぐらい分かってるよな。私が知るか。フルベリカ、あんたは完全に油断してたわ。あの山を焼いてのろしをあげましょう。それはだめ。数時間後、本隊から捜索に出たアルフォンスさんに発見され、マルギット分隊は事なきを得ました。騒ぎにはなったけど、おかげでいろいろうやむやにできました。マルギットさんに感謝ですね。